香港はですね、ほんとすぐ物件が入れ替わりますね。家賃が高いんでですね、ここでやっていくのは大変なんでしょうね。今日はお昼ご飯ここで食べようと思うんですけどね、なんだろうな、これは肉なの？すごい、ご飯全部ご飯、麻婆豆腐とよくわかんない、肉なのかな。このご飯がおかわり中だし、30でこれはすごい。そうさんでした。お腹いっぱいです。これはすごい。レノンさんもいますね、レノンさんが。この落書きに混じって。期間やったんですけど、今日は足つっちゃいましたね、初めて。今日は1時間3キロ、いつも通りと思ったんですけどね、2キロぐらいで足つっちゃいましてね。でそれからずっとほぐしながら泳いでたら 2.7 キロぐらいしか泳げませんでした。今日曇ってます、こんな感じで。今日今メガネをここで紹介しようと思ったんですけど忘れちゃったので、また、違う時紹介します。これすごいいい目ですよね。最高の感じ。これ PM9 の下ですね、うちのもうほんとすぐそば。はい、どうも。で今日のメガネですね、こちらオリバー・ゴールド・スミスのメガネです。で実はこの、 赤ワインのような色をしてるんですよね、ゴールドのヒンジ でとってもいいセクシーなメガネです。限定ですね、これどこの限定かな、多分どっか、うわ、肉が来ました、肉がすごい。こんな感じの今日は組み合わせです。多分これ銀座のショップさんとのメガネです。以上です。さて入れますか、どうでしょう。大丈夫です。準備できました。